はいどうもこんにちはこんばんはラウンズでございます。今日はですねじゃじゃがじゃがじゃじゃんとこちら、実はですね先日なんかヤフーの超ペイペイ祭りかでちょっとボディバッグを買いました。ヤフーの超ペイペイ祭りでまあちょっといろいろね欲しいものがあったんですけどもやっぱ予算的にいろいろきつくて結局買うのやめようかなと実は思ってたんですよ。でもねどうしてもちょっとボディバッグだけはちょっと買い替えたいなということで、買いました。で今ね現在使ってるボディバッグがこちら、はい、このカステルパジャックのボディバッグでございます。これも動画で以前紹介してるんでいつかな4年半前ぐらいに、購入したバッグでございます。まあ、毎日は使ってないけど、まあ、割とまあまあ使ってたんでこれすげえボロボロなんですよ。すげえボロボロ。いやこれもうやべえなと。もうあの外に軽っていくのが正直やっぱさすがに恥ずかしくて、ズームしたらね分かるんですけど、カステルパジャックのねこの上とかさ、これ分かる、これもうレザー部分がさもうめちゃめちゃ剥がれててさ、見てこれ、なんか皮が浮いたね、こうなったりとか、この辺とかもさ、この辺はすぐなった、こう1年ぐらいになってたんじゃないかな。でここやばいでしょこれね。この辺とかもすぐ擦れてたね。これ言ってもこのカバンも結構高くて1万3000円か1万4000円したんだけど、もう5年経たない、4年ぐらいじゃないかな。こんな感じ、こうなんかビニールが剥がれたりとかさ、こんななっちゃったのよ。でボディでこうボディバッグとしてこうか、ね、軽うからさ、ここのさこの部分のさ、これもうすごいでしょこれね、こんな感じ。ここら辺はなんともなくはないか。この部分もほらこうビニールがさこう剥がれまくってさ、こういう感じよ、こういう感じ。まあ、そんな感じでね、こう見ての通りもう本当にねボロボロですよ。で大体ね多分4年半か5年ぐらいだったはず、調べたらね。でまあ割と毎日使ってるっちゃ使ってるんだけど、さすがにこのボロボロにさすがになりすぎて、お店の中に行くときにもう財布だけ持ってってたりしたのよ。これね、これも確か動画で紹介したと思うんですけど、栃木レーザーだったかな、なんかそういうので、これも1万円ぐらいかなです。まあ、いつもボディバッグ入れてるからそんなに多分こうねめちゃくちゃ汚れてるってないけど、まあ、一応ちゃんとしたなんかねブランドレーザーなんで、まあ、いい感じの味付きになってるんじゃないかなといった感じです。だからもう最近店に入るときこれだけ持ってってんだよプラス、まあ、今最近スマホ決済とかあるから、スマホ決済とかでねやってるんで、このボディバッグをちょっとこうなんていうのがっつり持ってお店の中に持っていくことが少ないというかさ、恥ずかしいよねこれこれ恥ずかしいでしょ。よくね我慢してた、気づいたらさこの辺がボロボロなってたね。この辺前からなってたけど、気づいたらこの辺がうわこれいつなってたみたいな、なんかそんなに自分でも気にしてなかったんだよねだ最近こう1ヶ月前ぐらいかな、気づいたらこのボロボロになってて、これはちょっとさすがに外に行くのは恥ずかしいぞということで、もうちょっとこれ卒業しまして、もう中古でも買い取ってくれる。一応カステルパジャックって結構高いのよ、今度1万3000、4000円するんだけど、なんかねもう使い勝手的にはいいので、ボディバッグを自分は持っていく理由としてはね、でもこの中にいろいろね、例えばもう財布が入ってるし、一応、予備マスクみたいなのも入ってるのよ、この奥にね、この、ちょっともういいか、どうせ使わないから、こう一応ね、予備マスクとか入ってたりとか、これ食べ過ぎの時にすごく効く黄体酸A錠とかね、あとこの頭痛薬とか、あとこうなんていうのかな、こうねメガネ撮影するときにないとかね、メガネとか、こう喉スプレーとかさ、あとブレスケアとか、ね、ニンニクとか食べた時のブレスケアとか、そういうのがもろもろ入ってるね、まだ入ってるんだけどね、で、これを持ってかないとちょっとね不便なところがあって、まあ、特に頭痛薬だよね、偏頭痛持ちなんでね、ということで多分ちょっと必要なんですよ。さすがにねあれを持ってくるの恥ずかしいんで、さすがに買いました。正直言って金銭的に結構厳しいんだけど、やっぱあのバッグと、まあ、財布に関連するものなんで、なんかああいうのをこうボロボロのまま使ってると、なんていうか金運的なのもなんかいろいろ見てるとなんかあんまり良くないらしくてね。そうで、それもあってちょっと改善すれればできればなというので、ちょっとこの新しくバッグを買ったんですよね。で今回もまあブランドです。ただ、カステルパジャックはもう2台使ったのよ。
あれの先代もあるんだけど2台使ったんで2台ともなんかああいう感じでボロボロになっていったんで、まあ、カステルパジャックは諦めました。で今回も一応ブランドですね、はい、こんな感じじゃじゃんとこんな感じで入っております。でお店はこここれヤフーショッピングの中にあるギャレリアっていうのかな、結構カバンとかをメインに扱ってる結構大手のお店、ヤフーショッピングの中ではね大手のお店で、ヤフーのこの中にあるこうギャレリアのストアの何ていうのはレビュー評価数でいうと64,190件、ストアのレビュー評価数がね、そんぐらいカバンをよく扱ってるというかもうめちゃくちゃ売れてるんだろうね、はい、ということでございます。まずこのエアを取り出しまして、でこれがカバンですね、カバン分かるかな、これで何のカバンか分かります大きさは一応調べて買ったんだけど、今のこのカステルパジャックとほらあんまり変わらないぐらいね、こうやると分かるけどあんまり変わらないぐらい、そんなにめちゃくちゃ物が入れなきゃっていうのはないんだよ。たまにあれにスマホも入れたりするんで、まあ、それとさっきのこうちょっと小物が入ればなと、財布と小物が入ればなというぐらいのサイズで選びました。はい、ということでこんな感じで、ご利用いただきましてありが誠にありがとうございます。ギャレリアね、ギャレリア一応ね、私が梱包しましたっていうなんかそういうハンコをついてるっていう丁寧ですね、丁寧。ストアのレビュー評価数がね、だって6万4000件あって星5個中 4.85 って超高評価なのよ。あとこれは納品書かな、あ、普通の納品書ですね。あとははい、ということで今回買ったのはこちら、じゃじゃん、はい、わかりますかね、定番です、定番です、吉田カバンですねのポーターでございます。もうこれが定番でしょいや、よくよく考えるとさ、これ県外 の旅行に行った鳥取の時にもこれだったのよで、その時かなんかに気づいた、うわこれマジかみたいな、そんなに気にしなかったから、そんな気づくの遅いと思うけど、そこまで見てなかったからね。で剥がれても色が一緒だったから、でもあんまりこう気にしなかったんだろうね。さすがに買い替えようということで買いました、こちら、色はね見てのとおり黒です。黒ポーターの中でもフラッシュというシリーズです。で裏もこんな感じね、こんな感じ、普通になんていうかな、ウエストバッグとかに近い肩掛けというか、でこれ特徴じゃないけどこのジッパー部分が黒いです。普通のもう一個高いやつがあったのよ、もう一個高いやつは普通にシルバーだったけどこれ黒だったのよ、だから全部黒みたいな。でバッグのカラーとしてはブラックネイビーし、ブラックとネイビーだけか、ホワイトも一応企画上であるんだけどこのお店では売ってなかったです。ブラックかネイビーか、で一応人気なのはブラックとなっておりました。うん、いやこれで、ね、やっとこうカバンを持っていけるなと、もうずっとこのカバンを持ってるのに慣れてるから、むしろないと不安みたいな感じです。で一応ねこれ見ての通り、メイドインジャパンですね、メイドインジャパンです。ちなみにこのカステルパジャック、これ書いてなかった、これも確かメイドインジャパンです。まあ価格帯としてはほぼ一緒ぐらいの、やつですね。いやこれでちょっと堂々と外歩けるかな。いやあれ恥ずかしすぎでしょあれ開封してますけども、いい感じですね、軽い。前のカステルパジャックはちょっとこう重さがあったんだ、レザー仕様というかちょっと重さがあったんだけど、こう基本的にナイロンだから、すごく軽そうで使いやすそうです。早くね後が使いたいのよ。でっていうのは今日っていうのは8月4日なんですよ、2023年8月4日でございます。でこの8月4日というのは、すごく開運的にいい日というのかな、なんていうのかな、まあ、スペシャルな日というのか、最強開運日とか、なんかそんな風に、ね、こうネットでも探したら出てくるんですけども、この8月4日2023年8月4日何がすごいのかっていうと、3つすごいことが重なってて、その開運的なところがね、一つは一粒万倍日という、一粒のもみが万倍にも実り立派な稲穂になるという、だから何を始めるにもすごくいい日っていうのが一粒万倍日っていうのが一つあるんですよ。でこれは大体月に調べると大体 2,3 日あります、2日から3日間ぐらい
の、 こう 何日かあるんですよ。まあ、例えばこういうカバンとかでも何でもそうだけど、使い始めるには一つね、いい日なんですよね。で、12月だけは今年はね、12月5、6、7、8、で19、20、31と、何日ある ?4、5、6、7、8、8日。結構ありますね。うん、だからその日に合わせて、まあ、使うと、まあ、ちょっとこう開運的にいい日じゃないかなと思います。で2つ目はなんとですね、これまたすごいあれなんだけど、転写日というね、転写日という日も今日8月4日重なってるんですよ。で転写日っていうのは、日本の歴の上で最高の吉日だと言われてますと。全ての神様が天に昇り、 天が万物の罪を許す日とされ、この日に始めたことは全て成功すると言われてますというぐらい の転写日ってすごいまた日なんですよ。これはもう今年で言うとあと10月17日のみしかないです。だから本当これは2ヶ月に1日ぐらいしかないんですよ。でこれが重なる日っていうのは年間で、そうそう、さっきの一粒万倍日と転写日が重なる日って1日か2日ぐらいしかないんですよ、年間でね。でたまたま今日その日なんですよ。でさらにね、さらに今日何の日かっていうと、なんと大安も重なってると。大安的にはまあなんか普通な感じだけど、でもやっぱ大安ってすごくね、いい日なんで、ただその3つ、一粒万倍日、転写日、大安というのを3つが重なってるのはこの8月4日なんですよ。で今年のもうカレンダー見ても確かもう両方重なってるのはないはず、そんな重なってるのね。だから本当に今年の中では、すごくいい日の始まりだなと。いうとこでございます。でだからもう今日使わないとね、今日使い始めだからもう使わないとって感じだよね。とりあえず今カバンの中を移し替える前にちょっと中のあれを見ていきたいと思います。こんな感じ。これが、チャック2つあるうちのこっち背中側に来る方がこんな感じです。で、なんていうかな、ここがメインのところ、ちょっと見えにくいか、メインのところね。でここに1枚こういう風なのがあって、ここにもちょっと紙とか入れれるタイプかな、紙とかこうちょっと薄いもの入れる、こう背中側ね、これ背中側なんだけど、こっちになんか入れれると。でこれ財布入れれるって感じです。でこっちのもう一個の方はね、もう一個の方ちょっと今もうちょっと今入れかけてたからあれだけど、こっちもなんか似たような感じかな、うん、一つのこう入れるところがあって、それにこうちょっとポケットが一個ついてる感じかな。ポケットとこっちの端っこにちょっとボールペンが入れれるような、そんな感じの構造ですね、はい、ということで早速全部入れていきたいと思います。ボディバッグ、全てね小物を移動しました。ちっちゃいね、ちっちゃい、物的には全部入るんだけど、やっぱちょっとちっちゃいからポケット的なところで言うとちょっと足りないかなみたいな。あとこれで言うとベルトね、ベルトこれ今ちょっと全開伸ばしたんだよ、全開伸ばしでまあ、ギリかなみたいな感じですかね。うん、ギリっていうか、まあ、慣れかもしれないけど、自分は今までちょっと長めで使ってたからかもしれないけど、まあ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 全然軽いです、軽いとりあえず軽い。でももう本体の重さからして今のこっちとこっちだとあんま重さが、少しこっち重いかな、今全部入れてよ。だけどこっちはもう何もしなくてもやっぱちょっと重量感があるんだよね、こう革とかそういうちょっとね重さがあるんでっていう感じですね、うん、だから今のカバンの方が相当軽いです、相当軽い、これは良さそうだね。ただまあ次買うならもう一つ大きいのでもいいかなって感じ、物的には入るんだけどね、ちょっとこうやっぱ財布を出すのにちょっとこう慣れだね、慣れ必要だわ少し、ね、でその難しいことじゃないんだけど少し慣れが必要かなといった感じですね、はい、ということでさらにね、さらに金運を上げるためにこちら開運のお守りですね、はい、なんとこれ金持ち神社で買った開運のお守りでございます。取り付けておきたいと思います。いやーこの日のために取っておいてよかったのかもう開運の日に開運のお守りもさらにつけるというね、これで効果がちょっと良くなるんじゃないかな。こんな感じ、かわいいでしょこれ。つけるというよりは、まあ、とりあえず入れとこうかなと。なんか中にこうつけるようなのがあんまないのよね、まあ、とりあえずかけておくみたいな、まあ、そんな感じですかね、はい、ということでございまして完璧でございます。
で一応ねこれ価格説明しておきますけども、価格ですねこの、超ペイペイ祭りで買ったんですよ。これいつあったのか、7月31日か、7月29、30、31だったかな、超ペイペイ祭りってあったんですよ。キャッシュバックが でかいですよっていう、うん、その時に買いました。でちなみにこれ、このボディバッグの価格自体で言うと、17,600円でございます。でこの超ペイペイ祭りで、キャッシュバック率が 33% ですね。でどこかに書いて、どこか書いておきますけども 33% でございます。で、キャッシュバックの金額としては、5285円のキャッシュバックですね。だから実質いくらだったかな、5285円だから、実質12,400円ぐらいです。相当安いよね。だこういう時にやっぱね、キャッシュバックの大きい時に買うことによって、まあ、だいぶお得に買えるといった感じです。まあ、憧れのねこうポーターですよ、ポーター。うん、これ本当になんかもう一個大きくてもよかったな。これ軽いんで、なんか重量もちょっと気にしちゃったんだよね。うん、軽いんでこうなんかこうちょっとこうさこう 軽すぎて不安みたいな。軽いのはいいんだけどね、こう長時間こうやってかけてお店の中でいろいろ迷ってると自分結構長い時間いたりするのよ。でその時にこう重いとさ、ここに負担かかるんだよね。持ってる人分かると思うんですけど、なんか重てえなーってなっちゃうから、それだったらこう軽い方がいいんだけど、ただちょっと軽すぎてっていうのか、あのまあちょっと中にあのさっき言った小物がいっぱいあったじゃないですか。ああいうのがちょっとこうもしこう入れるだから内ポケットのこうジッパーみたいなのがないんだよ。前のやつは言ってもね、こうこっちにこう一個ずつ入れれて、こっちにこうジッパーがあったんだよね。だからこういうので小物をいろいろ振り分けてたりしたんですけども、今回、ね、ほとんどそんなのがないのよ。もうこのでっかい部分が1箇所2箇所みたいな感じなので、ちょっとねこうホームページで細かく載ってなかったんで、ちょっとんー、まあ、失敗ではないけど、もうちょっとこう自分が思ってたのとは少し違ったなみたいな感じです。ただでもまあ普通におおむね大丈夫です、うん、問題ない。大きさ的にも全部入るんでね、これ入らないってなったら問題だけど入るんで、まあ言ってもあといらないものはね、今最近だと喉スプレーはもう冬じゃないんで、喉スプレーとか鼻スプレーとか、ちょっとシーズン違うんで出しとけばいいだけだしね。はい、そんな感じですね。これでまたちょっと軽量化になるかな。はい、ということでございます。あとは、今日はね開封しただけじゃ使ってないので、今からね適当に買い物でもしておこうかなと思います一応使用したっていうのをね、使用開始がやっぱ今日じゃないと意味ないんで、今これただ開封しただけなんでね、使用開始ではないからね今日が、まあ、どっちかな、人によるかもしれないけども、はい、ということで今からねちょっと買い物行っていきたいと思いますので、動画はねここで終了したいと思います。ということでございまして、今日はね新しく5年ぶりぐらいかな、4年半5年ぶりぐらいに買ったボディバッグの紹介でございました。はい、ということで皆さんも気になったらヤフーショッピングの方を覗いてみてください。はい、ということで、今日は以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。